四川大地震で損壊した四川省綿陽民族中学校は、香港政府及び香港教育会から日本円でおよそ4000万円の寄付金を受け建て直しました。しかし新しい校舎は使用開始から1年余りで地元政府によって解体されました。報道をご覧ください。2008年5月12日に発生した四川大地震の後、香港政府が200万香港ドル、香港の教育会が200万香港ドル、綿陽市政府が256万元を投入して、綿陽民族中学校を建て直しました。香港の援助を忘れないため、学校の名前も綿陽市系民族中学校に変更。しかし新校舎完成から2年も経たないうちに、地元政府は豪華マンションの建設を理由に校舎を解体しました。5月18日、香港発展局の四川再建支援チームの責任者は、メディアに対し、綿陽市当局は強制的に学校を閉鎖し、土地を回収したと示しました。香港からはすでに調査チームを現地に派遣し、寄付金の回収も考慮に入れているそうです。我现在不方便再说了，因为我们要说的已经在我们对外的发表的评论上面已经讲过了。香港メディアによると、市系民族中学校はすでに閉鎖され、跡地では広場の建設が進められています。我々は綿陽市教育局に電話をしましたが、担当者は上からの指示で何も言えないと示しました。作为我们个人来说，原件啊，我们也站在那个媒体的角度来想，因为仅仅说啊，921年就拆掉了，这个作为任何一个人看到，可能都觉得心疼。香港の援助を受けて、2010年3月に完成した市系民族中学校は、総合実験室、宿舎、食堂、図書室が完備された寄宿学校で、生徒のほとんどはアバ州の少数民族の子どもたちだそうです。四川大地震発生後、香港の民間から送られた義援金は100億元以上。香港政府も2009年、四川再建のために90億元を支援しました。新唐人テレビがお伝えしました。